知り合いの人から声が小さいって指摘受けたから張り上げてみたよ。コメントで声について評価教えてね。今日、2019年12月20日のまとめ7のツッコミ。お酒飲み放題とかそのあたりの店はないよね。中華業者、やりすぎちゃったんやで。19て、ゴルゴ13の本名、ルーク統合を思い出したよ。知り合いの統計だと思うけど、なんでソースの提示もないのに断言できちゃうんだろう。勘違いを誘発する略し方だな。家族、10分が肝心なのに。そんな個人情報を知らない人にポロリする会社での仕事はしたくないな。下手しなくても会社を私物化していそうだし。いきなりステーキとかツヤじゃ客層全然別なんだけど。フロー、ネルー、違う、すでに言われてた。新桜大戦、まさにホットナーだな。でも、PR って嘘だからね。もう一層のこと VTuber で活動した方が面倒くさくないと思うんだけどな。クリスマスしか仕事ないのに、虚構新聞さんなんだけど。タイトル煽りすぎ、熱意ある人 6% しかいない、が正確な記事内容なのに。赤ん坊みたい気持ちはわかるけど、おばさん、生まれるまでプレゼント待てなかったのかな、煽るように見えちゃうし。お国柄でまるっきり違うな、OG、OF、ザ、デッド、死者たちの乱行、から、資料の盆踊り、を思い出した。どうだったかな？チャンネル登録よろしくね。